皆さんおはようございます。今日はですね、車についているカーチャージャー、皆さんの車にもありますか、こういうホルダーですね。ちょっと電源入れます。ホルダーにもなって、ね、ワイヤレス充電対応の方はこういう感じで充電もできる感じですね。鈴鹿パーキングで撮影した時の新亀山ジャンクションの開通の動画で、ここが電動式のものをご紹介したんですね。でもあれすぐ壊れちゃったんですよ。で、あともう一つすごい欠点があって、今回その欠点がね、なくなったバージョンが別のメーカーから発売されましたので、思わず買っちゃったっていう動画です。で、早速開封動画の方を見てください。では、どうぞ。ポチッとなー。はい、ということで開封動画です。今日買ったのはこちらですね。 QCY っていう皆さんメーカーご存知でしょうか。多分中華系スマホの、OEM でイヤホンなどを作っている会社なんですけど、もともとはワイヤレスイヤホンが今主流のメーカーさんなんですけど、その QCY の確か、スマートセンサーファストワイヤレスカーチャージャー、ワイヤレスの充電器ですね、スマホの。ちょっと開けてみましょう。中身はこんな感じですね。もうなんだこれ。コレクションズ、比べちゃいけない。乾燥剤かな？はい、取り付け金具。こんな感じです。ちょっと、はい、では下準備をして車に取り付けに行きましょう。多分このフィルムは剥がしていいと思います。で、車に取り付けるのはこれですね。ここが結構硬いです。なんか斜めになってるな気持ちがあるけど大丈夫かな。多分これでいいと思うんですけどね。はい。よし。で、ここの接続部分、本体側の接続部分は下にあります。タイプ C ですね。じゃあ早速車につけていきましょう。はい、ということでまずこれを取り外して、ね、取り付けしてみたいと思います。この子はマイクロ USB なんで使えないんだな。もうはい、簡単取り外し可能で、新しい子をつけたいけど、ここをどう活用するかかな。こうかな。よし、こういう感じですね。はい、設置可能しました。ちょっとで、ここにスマホを置くとセンサーが反応して、ワイヤレスチャージング。おお、英語で喋った。すげえ、見えますかね。ワイヤレスチャージングって言いましたよ。ワイヤレスチャージ。で、ちょっと外してみましょうか。ゆっくりですね、前のバージョンに比べて。という感じで、おー、喋る。はい、ということなんですよ。で、今回、これだけじゃないんですよ、新機能が。で、ちょっとまあ多分空っぽなんで、少しお昼ご飯買いに買い物行きたいと思います。では、ちょっとドライブします。はい、ちょっと暖房収集所に来ました。おっと。一応ですね、ちょっとさっきは、前のやつよりね、手前に見えるんですけどね、動いちゃった。手前に見えるんですけど、手前に来てますね、結構。普段このスマホ見ないんで、運転中は。ね、ナビとかも使わないので、ちょっと手前の方すぎるかな。ナビとか使う人には便利かもしれないですね。ということで、段ボールの収集。よし。じゃあ段ボールしてます。おお、綺麗さっぱり。で、この段ボールは、ね、今灯油缶入れるのに使っているので、このまま置いておきます。じゃあ今度こそお昼ご飯です。
と思います。結構混んでた。んで、従来のワイヤレスの時、エンジン切っちゃったらもう開かなかったんですけど、ほら開くんすよ。すごくね。ただそれだけなんですけどね。ということで、ちょっとハイテクなワイヤレス、充電器付きのカーホルダー。輸入していました。最後まで見ていただきありがとうございます。こんな機能便利ですよね。じゃあバイバーイ。天丼貼ってきます。はい。はい。ということで、天丼店屋さん、今650円かなの上天丼弁当が持ち帰り限定で500円 ?600 円の上天丼弁当かな。500円なんで買ってきました。税込みで500円なんだね。お財布に1000円しか持ってこなかったから。じゃあお昼ご飯食べたいと思います。